じゃあ行きましょう。今はですね、はい、新所沢駅の近くに来てます、はい。初めてですね。イメージはどんな感じですか、周さんの。イメージはね、結構俺栄えてるイメージを持ってます、ね。あの物件紹介もね、新所沢のやつ1個2個ぐらいしたことがあるので、はい、その時に Google マップだったりとかで一応下調べはしてて。あ、じゃあ Google では来たことあるんですか。 Google では来たことある。けど、実際から。まあ、所沢駅に比べると、ちょっとベッドタウン味が強めになって、落ち着く感じ、はい、ですね。駅前の最低限、はい、まあ、なんか悪くないかなって感じで、歩いてる人は、まあでもやっぱり結構おじいちゃんおばあちゃん多いからっていう感じかな、パッと見る限り。パッと見はちょっと層変わりましたね、ちょっとね、所沢駅と。所沢の方はかなり若者が多かった感じするけど、こっちの方は結構ご年配の方とか、ああ、でもあっちに子供がいたりするから、まあ、ファミリー系の人もいたりするのかなっていう。これが駅です。これが駅の西口ですかね。こっち行って右に行こうか。店員が入ってる、うんうん、友達もな、こっちの方に住んでる人ほとんどいないから、初めての街って感じですね。まあでもドラッグストアがあって、奥には喫茶店みたいのもある、はい、2人置き場がめちゃめちゃ大きいのがあって、マンション大きいですね。マンション大きいね。結構多いよね。所沢もそうだけど、やっぱり全体的にすごいマンションがすごい多いなっていう。ショッピングプラザで、スタヤとか、一休とか、ああ、ほんとだ、いろいろご飯屋さんが。で、ここが、まあ、パルコがあるっていうのが一つ、はい、名物という。3階建てなんすね。映画館も入ってるっぽいと。シネパークって書いてあった。シネパークって書いてあったから、どうやら入ってるっぽい。それ、ホコラマーは安いパスタ屋さん。学生の時めっちゃ来てました。雰囲気落ち着いてますよね。雰囲気落ち着いてるね。なんかちょっと高崎線沿いの雰囲気も少しある感じがあるかな。新所沢。それ渡って行きましょうか。いや、所沢から二駅、東京までもおそらく50分ぐらい、はい、まあ東京のどこかで言うと、まあ、池袋40分圏って感じか。池袋、まあ、特急とかね、あの、快速乗ればまた少し多少早くなるかもしれないけど。はい。結構建物、商業施設の建物自体は古い印象があるので、案外なんか歴史があるというか。確かにパッと見はめっちゃ最近作られた感じじゃないのが多いですね。そうだよね。昔からある街って感じがしますよね。
ごい、なんだろう、あ、なんだこれ、あ、ハルコか、ハルコシネパークね、昔ながらの映画館だった。ちょっと見ると駅があって、はい、で今ここにいますよと、はい、でこのパルコ館とレッツ館に分かれてて、パルコ館はゴールドジムがある。ゴールドジムあって、フットサルコートもあって、まあ、ユニクロとかね、ニトリとか、まあ、100均とかそういうのがあって、うん、でこっち見るとまあ一番上に映画館があって、で無印とか西松屋とかスタバとか、まあ、楽器とかそういうのはある。だから案外所沢まで出なくても新所沢で最低限完結するんだろうなっていう感じ。ここで本当に全部できますね。え、まあ、東京出たかったら東京出ればいいし、うん、でもなんか地元である程度完結しそうな街って感じです、うん、ちょっとこっち行ってみよう。ゴールドジムあるからね、なんかマッチョは来たらいいんじゃないかな雑雑だけどとりあえずマッチョ新所沢来たらいいんじゃない一緒ですね。まあ渋いは渋いっすね。街を見てテンションが上がるかっていうとテンション上がらないと思うんだけど、はい、でもなんかちゃんと揃ってるからなんか安心できる感じっていうのが今のところの、新所沢の感想です。はい、いただきます。はい、ですね、ハルコに行ってきまして、あの車の駐車場を無料にするためにユニクロでフリース買いました。暖かいです。で今から今ね多分西口にいるので、はい、あの駅の中を通って東側に行こうかなというふうに思います。なんか新所沢、新とこですかね、はい、の感想は、はい、こうなんか飲みに行く場所とかはちょっと限られるかなっていう感じ、うん、でも駐車場止めてあっちの方とかちょっとパブみたいなとか居酒屋とかもあったんで、なくはないんだけど選択肢がめちゃめちゃ多いわけでもないっていうか、どっちかっていうと西大宮に近いんですけど、はい、ファミリータウンっていう感じはしますね。新所沢駅、埼玉県民でも新所沢駅降りたことあるっていう少ないよね一本ですもんね、ここ一本というか他の線乗り入れてないですよ。そうだね、まあ西武線のみって感じで。やっぱこの埼玉をですね、ぐるぐるしてすげえ思うのが、はい、あの土地それぞれで雰囲気も全然違うのはもちろんそうなんですけど、なんかね、やっぱり JR 沿いと私鉄沿いで大きく雰囲気が違うかなっていうのはすげえ思いますね。今はそう西武線沿いだけど、例えば越谷の方とかの東武線沿いとか、はい、東上線の、あの東上線、まあ、東武沿いとかも、はい、まあ、なんか本当に埼玉で一括りにはできないかもしれない。で、新所沢駅に関しては、新宿線、西武新宿線なので、本当だ、西武新宿線。そうそう。あの、西武新宿線の、デメリットは、メトロに直通がないんですよ。なんで、ただ、西武池袋線の場合は、副都心線と有楽町線につながっているので、乗り換えなしで都心の地下鉄まで行ける。ただ西武新宿線の場合に関しては、あの所沢駅だったりとか池袋で乗り換える必要があるので、はい、そこが一手間かかってしまうっていう感じです。でなんか今年入ってニュースでも読んだんですけど、西武グループはその西武新宿線が
ちょっと弱いのに自分自身でも気づいていて、それをなんか東西線と直通させるだったりとか、そこら辺のなんか計画も考えているようなので、それはちょっと要ご、こうご期待みたいな感じですかね。すごい。で、これが新所沢駅の東側。すごいね。なんか雰囲気が。一気に落ち着くよね。岩月です。岩月感ある。岩月感ね。でもちょっとさ、飲食店の数はこっちの方が多い感じする。確かになんか、ふらっと見た感じ。ねえ。ラーメン屋さんもあって、インド料理屋があって、奥の方にコモディ飯田ってあのスーパーがある。ああ、はいはいはい。ほんとだ。あります。すごいなと思うんだけど、駅前にヒサロあります。駅前にヒサロあるってやばいよ。ヒサロある。こんな焼くやついんの新所沢に。田舎のヤンキーが多分ここで日焼け500円からって書いてある。駅前にこんな日焼け。そんなんじゃない。あ、でもなんかポロポロありますね。ああ、本当だ。新所沢パティオって書いてあるんですね。新所沢パティオっていう商店街の名前なんですか。このパブみたいな餃子の満州あって中華料理あってコモディがあって反対側行きますか。あそこにも本当だ。大衆居酒屋だ。すごいね、こうまっすぐ見ると商店街がすげえ。本当だ、すごい続いてますね、この一本の木が。綺麗ですよ、ね、本当に。綺麗。先々週行った上福岡駅、はい、東上線の富士見野駅の隣の上福岡駅も、はい、まあ、雰囲気ざっくりこんな感じなんだけど、上福岡の方は、この5倍ぐらい飲食店が多い。こういう雰囲気なの。そう。びっくりした。しかも結構いましたね、上福岡は。新とこもっと人増えてもいい感じすんの。やっぱ所沢に流れちゃうんすか。そうだね、所沢駅前の方が圧倒的に人が多かったよね。パイン通り。パティオとパイン通りだ。結構渋い印象持ったろうね、これ内覧、内覧っていうか、ここに家買おうかなと思って来た人は。そうっすね、なんか、おおって感じな。こういうところか。テンションが爆上がりは多分しないと思うんだけど。あとはその安さとのその交換だよね。まあただ振り返ると反対側にはパルコもあって、まあ映画館があって、まあニトリとかそのユニクロとか別に所沢とか池袋に出なくてもある程度揃っているし、総合的に考えたら案外ありかもしれないなってすごい思いました。確かに。雰囲気ほんと渋いっすね。渋いね。なんか旅行に来た感じだよね。旅行の温泉街。温泉街に来て、昼間なんか、時間30分ぐらい持て余して歩いてるみたいな。的確。どうするっつって。歩くか。まあ、でもやっぱり飲食店ポロポロ多いっすね。ほんとだ、うどんそば。コロナだからやってないとかなんですかね。どうなんだろう、ね。結構し、イメージ閉まってるんですけど。時間帯ですかね、3時だから。時間帯ももちろんあると思うけどね。3バギーだ。バギー。すごいな。3バギー。あっちが所沢の方だ。
まあ、渋いは渋いっす。渋いは渋い。ただね、はい、駅前動向じゃなくて、はい、おそらくここら辺に東京から移住するってなる人って、はい、やっぱ戸建てを検討される人が多いんじゃないかなと思うので、そういう人は車も、セットだと思うから、はい、あんまりその駅前動向というよりも、その車を持って広い戸建てを買えるっていう方がプラスのメリットかもしれないです。でもなんか駅前にも飲食店があるし、ちょっと飲みたくなったり家族で食事行きたくなったりした時に、はい、まあ、こういうフラッと来れる場所があるっていうのはすごいいいことじゃないかなっていうふうに思います。確かにこれカーライフ勢はあれかもしれないです。あんまりぶっちゃけ駅前は関係ない。駅前関係ないもんね。だって16号沿いとかに何でもあるしさ、うん、外観乗っちゃえばさ、あの三郷とかも案外近いしさ、あとはイルマのコストコがここ近くにあったりするので、はいはいはい、そういうなんかプラスのメリットもぜひトータルで考えてほしいなっていう感じです、うん、だから若いキラキラの東京夫婦がここに来るかっていうと、まあもしかしたら来ないかもしれない、はい、ただそういうキラキラ夫婦が来るとしたら家自体がすげえ豪華にできるとか、なんかランクル乗れるとか、そういう方向なんじゃないかなあんだけ栄えてる所沢の駅前もあるからね、うん、まあ、そうですね、2駅先にね、って考えるとなんかいろいろなんか全然これでいいじゃない、はい、岩槻と同じ感じやね。岩槻に何も求めるなと、はい、でも大宮が近いそう、出やすいし、岩槻単体で完結する必要がないっていう感じ、うん、新所沢もなんかそんな感じがします、ね、そんな感じがしますだから、なんか、親近感が自分湧いたのかもしれないです。ああ、なるほどね。結果。ちょっとなんか、静かだよ、街。え、静かさ。俺らがめっちゃうるさいみたいな。そう、俺らが異常にうるさいみたいな。静かめちゃめちゃ静か。確かに、ガヤガヤがないですね。もうちょっとさ、パチンコのさ、すげえ爆音とか流れててほしいよ。せっかくだから。賑やかしでさ。パチンコないっす。あ、そうよ、パチンコがない。珍しい。新所沢の、ちょっとポイントはパチンコがないよね。ミスったし。このエミオってやつは綺麗ですね。さっきもあったんですけど。あ、あの、所沢にもあって。はい、パチンコないのあれっす。プラスポイント。プラスポイント。駅前におまわりさん立ってるから安心。ああ。何使ってるか分かるな。あ、これちょっとスティーブになる。駅があって、こっちパルコ。さっき最初にいた方、はい。だってここに公園があるんだね。これでかいっすね。でかい公園があって。軽く半分ぐらいっすね。ねえ。結構でかいね。で、さっきまで言ってた渋い、ちょっとあの、パブとかがあった方がこっちで、ちょっと離れると、米軍の通信基地がある。あ、でかい。ねえ。で、こっち行くと航空公園。航空公園すごい近いんだ。あ、本当だ。市役所もここにあるし。なるほどね。で、防衛医科大学校、なるほどなるほどという感じです、うん、はいはいはい、 OK です。ちょっと新所沢来て感想としては、キラキラカップルは来ない方がいいかなっていう、うん、でもなんかこう渋くてアダルトな、はい、こうカップルは、はい、案外惹かれるんじゃないかなというふうに思ったんで、ぜひ検討してみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。